モペットちゃんのお話。これは、モペットちゃんという名前の子猫です。おや、ネズミの音がしたな、とモペットちゃんは思いました。これは、戸棚の後ろから覗いているネズミです。ネズミは、モペットちゃんをからかっています。 子猫なんか怖くはありません。モペットちゃんはネズミに飛びかかりました。でもちょっと遅かった。ネズミは逃げてしまうし、モペットちゃんは頭を戸棚にコツンとぶつけてしまいました。これはとても硬い戸棚だ、とモペットちゃんは思いました。 ネズミは戸棚の上からモペットちゃんの様子を見ています。モペットちゃんは頭を小さなキれで縛って暖炉の前に座りました。あの猫はだいぶ気分が悪そうだぞとネズミは思いました。そこでするするとベルの綱を伝わって 降りてきました。モペットちゃんの気分はますます悪くなっていくようです。ネズミはもうちょっと近くまで行ってみました。モペットちゃんはいかにも頭が痛むというように両手で押さえてキレの穴からネズミを覗きました。 ネズミはすぐそこに来ていました。その時、いきなりモペットちゃんがネズミに飛びかかりました。ネズミはさっきモペットちゃんをからかいました。だから今度は自分がネズミをからかってやるとモペットちゃんは考えました。 そんなことを考えるなんて、モペットちゃんのやり方はあまり関心できませんね。モペットちゃんはネズミをきれいに包んで、ボールのようにあちこちへ投げて遊びました。でも、モペットちゃんは、きれいに穴が開いているのを忘れていました。そこで、きれいをほどいてみると、 ネズミはいませんでした。ネズミは穴をすり抜けて逃げてしまったのです。そして、トラナの上で踊りを踊っていました。終わり。チャンネル登録してね。